米澤敦子と申します。57歳になります。30年ちょっとピアノの講師をしておりますけれども、だんだんと年を取ってまいりまして、小さな子が本当にもう孫のようで、なかなか教える方も置いてまいりましたけれども、ヒデ先生の講座を受けさせていただいて、ちょっと自分がリフレッシュしたような、なんかちょっと力をいただいたような、そんな気分になっております。発表会とか人の前に立った時に、やっぱりああこの先生だとおばあさんかなって思われたくないかったので、これを活用して今後、もうちょっと頑張ってみたいと思います。印象に残ったことっていうのは、お洋服の色とかデザインとかのバランスで顔とつながって、その勝手にいろいろバラバラじゃいけないんだなっていうのもとてもよく分かってはいても、改めてびっくりしました。確かにその通りだなと思いました。アイメイクをしっかり教えていただいた通りに、目力で頑張りたいと思います。ありがとうございました。